こんばんは。今日からですね、毎日、夜にですねこの番組を配信していきたいと思っています。どんな話をしようかなと、いろいろ考えたんですが、ミニマリズムとかですね、それから、海外のですね生活の経験についても語りたいなと思ってます。編集もですね、極力せずに一発テイクでやっていきたいなと考えてますので、よろしくお願いします。ですね、第1回目何を語ろうかなと今考えてますが、とにかく時代の流れが早すぎてですね、もう少しスローに行こうよというですね、そういう人が結構いるんじゃないかなと思うんですね。で、ミニマリズム、ミニマリストと呼ばれる人たちは、そういう時代の流れに結構逆行した、した人というふうに捉えることもできると思うんですね。やっぱり、時代がですね、これほどまでに、何でもタップ一つですね、クリック一つでタップ一つで何でもこう解決するみたいな、そして誰とでもつながれちゃうみたいなですね、そういう感じで、常に誰かとこうコンタクトを取ってるみたいな、そしてそうですね、他人の目にさらされているようなですね、そういう感覚を抱きつつこう生活している、それでありながらすごくこう孤独を感じている、そういう人は結構いるんじゃないかなと思うわけですね。で、僕もいろんな、コンテンツ配信をしているわけですけれど、やっぱりですね、こういろいろとこう言葉を選ばなきゃいけないとか、それなりにですね、こう出す以上、自分の自己満足だけじゃいけないなというふうにですね思いつつ、いろいろ考えるものですから、そうですね、結構こうリラックスして楽しむっていう感覚がですね、必要だなというふうに思っているわけですね。なので、これはこのポッドキャスト、HK ラディオはですね、本当に自分自身が楽しむために、とにかくぐだぐだと喋ってみようかなと思っています。僕の話し方はですね、こんな感じで、本当はすごくゆっくりなんで、寝る前に聞くといいかもしれませんね。なんというか、睡眠導入剤というかですね、そんな感じのトークになるんじゃないかなと思います。一日、クタクタになってですね、スマホをいじくりながら、ブルーライトをですねたくさん浴びて、睡眠の障害になるようなことはですね避けたいもんですね。オーディオだけだったらそこまで問題にならないと思いますので、よかったら夜の時間ですね、ご一緒できたら嬉しいなと思います。だいたい毎日、7分8分、それぐらいの時間を予定しています。ということで、今日は初日ということですね、挨拶で終わらせていただきたいと思います。ではまた明日、明日からよろしくお願いします。今日もお疲れ様でした。
これからですね、このエピソードを毎日配信していこうと思ってますが、なるべく夜を配信する時間帯と考えていますので、まあですね、仕事帰り、もしくは寝る前、まあ、お風呂に入りながらとかですね、聞いていただけるといいかなと思います。ちょっとリラックスタイムですね、お供に、していただけたら、すごく嬉しいなと思います。ところで、今日は睡眠について話したいと思いますが、よく眠れてますか？僕はですね、なるべく7時間寝たいなと思ってます。人間の体はですね、冬時間と夏時間と1時間ぐらい、睡眠の時間が変わるというふうに、あるポッドキャストですね、健康系のポッドキャストで聞いたことがあるんですが、確かに冬はですね、やはり日が昇るのが遅いですので、長く寝ていたいという感じがしますよね。でも春になってくると、やはり早起きになり、そして夜も結構ですね、遅くても、体が持ちこたえるというかですね、アクティブになるということなんでしょうね。でもやっぱり、それでも7時間は必要なんじゃないかなと思う今日この頃です。以前はですね、本当に4時間ぐらいでも全然大丈夫だったんですけれど、さすがにですね、40後半になってきて、睡眠こそが最も重要なことじゃないかなと思うようになってきました。で、睡眠を取らないとですね、やはり次の日が全くエンジンがかかりにくくなっちゃうんですね。体も温まらない、それから昼間もですね、眠くなっちゃいますね。だから本当に効率が悪いと思います。それで、自分のですね、睡眠時間をなんとか確保しようという、努力をするようになりました。以前はですね、努力しすぎていたというか、娘と一緒にですね、9時に寝るという習慣を最初に作ったんですね。その代わり朝は3時に起きるという、そうすると結局6時間しか、寝れないわけですけれども、そんな早起きの習慣をですね、もう5年ぐらい前、いやもっと前だな、6年くらいかな、前に始めたんですね。で、早起きするのはすごくいいことで、自分の時間が増えますからね、朝の誰にも邪魔されない、そしてしかも集中力が満タンというですね、その最もいい状態の時に自分の好きなことを打ち込めるというのは本当に、おすすめなんですね。けれども何年か経ってですね、やはり風邪をひいたりとかするようになりまして、で、やはり睡眠時間が足りてないなと、娘もですね、成長するに従って10時に寝るとかですね、10時過ぎちゃう時も結構出てきまして、そうするとですね、どうしても睡眠時間が短くなってしまうんですね。ですので、僕は10時に寝て5時に起きるという、そういうスタイルに変えました。やはりしっかり寝ておいて、朝短い時間になるかもしれないけれども、集中してですね、密度を濃くする、そういう過ごし方に変えました。
まあ、おかげでですね、体の方もいい調子ですね。まあ、たまに風邪をひいてしまい、まあ、たまにじゃない、去年は何回か連続で風邪をひいてしまいました。で、本当に、徹底してですね、睡眠を確保しなければと決意したわけです。まあ、その睡眠がですね、しっかり取れてないとやはりいろんなところに出てきますよね。まあ、1日、っていう単位で、まあ、次の日が犠牲になってしまうっていうだけでなくてですね、長い目で見て、まあ、老化が進みますよね。で、まあ、どうしてもなんていうかですね、まあ、肌のまあ、シワが増えたりとかですね、あと痩せにくくなったりとかですね、いろいろあります。あと、そうですね、睡眠6時間以下の場合は、まあ、ほとんど酔っ払っている状態と変わりないという、そういう話もですね、まあ、先ほど話した健康系のポッドキャストで聞いたことがあるんですね。なので、睡眠不足ということが、いかに恐ろしいことか、まあ、それもですね、じわじわと体を蝕んでいくので、やはり、まあですね、睡眠不足にならないような、習慣をつけていきたいものです。まあ、特にですね、スマホをずっと見ていて、それで時間がいたずらに過ぎてしまう、まあ、これだけは避けたいですよね。で、そうなりがちなんですよね。 YouTube とか見てるとついついあっという間に1時間過ぎてしまいますね。ですので、まあ、このポッドキャストをですね、夜聞いて、あ、今日は夜中にスマホをいじるのはやめようとですね、まあ、少しでも健康な生活につながるような、ポッドキャストになればいいなと願っています。まあ、ということでですね、今日のエピソードはこの辺りでおしまいにします。しっかりですね、体を休めて自分を大切に、しましょう。明日気持ちよく、起きれた方が絶対いいに決まってますからね。まあ、というわけで、こんな感じで、ゆっくり進んでいきたいと思いますので、また明日もぜひ聞いてください。それではまた。こんばんは。今日は5月19日の午後5時になります。 HK ラジオを聞いてくださりありがとうございます。今日はですね、日曜日のことを話したいと思います。日曜日は皆さんどうやって、過ごされてますか？僕は、クリスチャンでして、日曜日は、午前中教会に通っています。そして教会の、まあ、ゴスペルというかですね、まあ、音楽のスタイルは結構ロックなんですけれど、バンドで演奏しています。ギターを弾いてまして、そしてですね、ガンガンに、弾いてますね。まあ、日曜日は必ずそのようにですね、バンドの演奏でスタートするというのが、まあ、僕の日曜日の毎週のですね、
儀式なんですね。で、その通ってる教会というのはブラジル人が半分以上という教会なんですね。それで昼ご飯もブラジル料理をいただきます。ご飯とフェイジョンというですね、豆がかけてあってですね、それからビーフ、そしてサラダ、これが典型的なブラジルのランチなんですね。結構健康的ですよね。そして、ブラジルのランチを美味しくいただいた後、家に帰ってくるんですけれど、今日はですねすごくいい天気でしたが、ちょっと眠くなってですね、簡単に、昼寝はしました。贅沢ですね。そよ風を浴びながらですね、カントリーミュージックを聴きながら、この BGM ジャズが鳴っているにもかかわらず、カントリーかよと思うかもしれませんが、僕はジャズも大好きなんですけれども、カントリーも大好きなんですね。そうです、カントリーミュージックを聴きながら、そよ風を浴びながら昼寝、すごく贅沢だなと思います。本当に僕が住んでいる、地域というのはですね、非常に田舎でして、周りは田んぼが多いんですね。ですので、都会的なジャズを聴くよりもカントリーミュージックを聴いた方が、そうですね、しっくりくるのかもしれません。もちろんジャズも聴きますけどね。ということで、今ちょうど昼寝から目覚めたところなんです。気持ちよかったですね。皆さんは昼寝なんかしますか？昼寝するくらいの余裕があるというのはありがたい話だなと思ったんですね。なんとも、忙しい毎日の中でこの昼寝をする余裕があるという、そのことにまず、ありがたみを感じますね。このちょっと昼寝をするだけですごく、生き返ってですね、夜も楽しく過ごせちゃいますね。ただ昼寝長くしすぎると夜寝つきが悪くなるので、それもまた注意したいところです。ところで、来週からですね、日曜日が週の初めですね、今週からそうですね、いろんなことを話すつもりで計画していますけれども、大体のテーマとしてはですね、やはり一日の終わりに、ほっと一息つけるような、時間にしたいなと思ってますので、そのテーマに沿って、しかも、あんまりくだらない話はしないと思うんですけれど、なるべく明日のですね、明日はまた前向きに起きられるような、そんな話できたらいいなと思ってますんで、よろしくお願いします。ということでですね、昼寝をするもしそんな余裕があったらぜひしましょう。スマホをですね、こう
ずっと眺めている時間があるんだったら、ちょっと昼寝して自分をいたわってあげてはいかがでしょう。スマホを見るよりも、自分のですね、新しい習慣の影響を養うために時間を使った方がはるかに有益だと思います。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた明日。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日は5月20日の月曜日、僕が住んでいる愛知県はすごく暗いですね。まだ雨は降ってきてませんけれども、朝からですね、もう今まさに降り始めるというような空でずっと来てますね。で、実際パラパラっと何度か来てるんですけれども、でも降らないでずっとここまで来ましたね。今もう夕方なんですけれど、今日の一日はいかがでしたか。先週ですね、いい天気がしばらく続いていたんですけれども、突然このようにしてですね、天気が下り坂になりますと、結構朝起きるのが、体が重たかったんじゃないでしょうか。僕は昔はそんなこと考えるとか感じなかったんですけれど、もうだんだんそういうのが分かるようになってきたんですね。ああ、なんかこれ気圧のせいだなとかですね、感じるようになってきました。まあ天気のせいにするというのはちょっと恥ずかしいなというふうに思うわけですけれども、でも実際、体に応えるようになってきたんですね。で、まあ、そんな時どんな工夫をされてますか。まあ、僕は、まあ、午前中の場合はですね、本当に、頭をこう空っぽにして、習慣だけに、頼るようにしてますね。まあ、ルーティーン、いつもと同じことをやるのであれば、何も考えずにただひたすらいつものルーティンを淡々とやる、まあ、そうやってやってるうちに、エンジンがかかってですね、乗ってくる時もあります。何をどうやってやってもこうはかどらない時もあります。まあ、そういう時はですね、ちょっと強めのコーヒーを作って飲んだりもしますね。で、なんとかランチタイムまで、こぎつけた後は、やっぱりちょっと昼寝をするようにしてますね。で、昨日も昼寝の話をしましたが、この昼寝をすることによって、結構ですね、生き返りますね。まあ、気圧がどうのこうのとか言っても、その後集中力が増してきたりとかですね、僕も今日はランチの後にですね、20分ぐらい寝ましたね。でも本当にそのおかげで生き返りましたよ。ですので、本当に昼寝とか睡眠時間というのはですね、すごく大きな、僕の中のですね、役割を果たしてます。で、まあ、実は本当は昨日の夜もですね、ちょっと遅くなっちゃったんですよね。それで昼寝昨日もしましたけれども、夜が遅かったので、まあ朝起きるのもちょっと体重たいなというふうに思ったんですけれど、でも、もしですね、本当に天気が悪いって分かっていたんだったら、それをまあですね、
備えてですね、長めに寝るようにしとけばよかったなと思いました。まあ、そんな風に、自分がですね、その天気予報をチェックして、あ、これは来るなと思ってですね、備えておけばいいのですけれども、今までそんなこと思いつかずにですね、その日その日で、好きにやってたもんですから、今こうやって話しながらですね、ああそうか、それだったら前から備えておけばよかったなと今思ったんですね。あなたはどんな対策をされてますか？もしよかったらですね、どんな対策をされているか、ボイスメッセージで教えていただけるとすごく嬉しいです。まあ、こんな感じでですね、リスナーの方とできれば、交流をしながら、この番組をですね、ゆるく進めていけたらなと思っています。そうですね、あと僕は音楽も結構役に立つんじゃないかなと思いますね。まあ、最初は、ムーディーな曲で、まあ、自分のですね、自分のムードに逆らわない、こう気だるいですね、ブルースみたいなブルージーなやつを聴いて、そしてその後にだんだんアップテンポのものに変えていくみたいな、そういうのがいいかなと。無理やりこう最初からですね、こう変えようとせずに、同調させておいて、そこから一緒に、上がっていくみたいな、そういうのも昔、そういうテクニックを使ってましたね。今こうやって話しながら思い出しました。まあ、そんな感じですね、もしあなたのそういうちょっとしたですね、テクニックなどありましたらぜひ教えてください。まあ、こんな一日、天気が優れない一日でしたので、月曜日からちょっとブルーだったかもしれませんが、また明日からですね、気持ちよく一日を始めることができるように、今日はですね、今夜はなるべく早く寝て自分をいたわってあげましょう。ということで、今日の HK ラジオはこれで、お別れとします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた明日。HK ラジオへようこそ。今日も一日お疲れ様でした。今日はどんな一日でしたか？僕が住む愛知県はですね、午前中はひどい雨でした。昨夜からですね、ずっと降ってましたね。ところが昼ぐらいからですね、青空が見えてきて、そしてまあストームに近い強風でしたね。そしてすごく爽やかな夕方を迎えています。一日お疲れ様でした。実はですね、昨日のエピソードで、どんな工夫をされてますかという質問をしました。朝、寝起きが悪い時ですね、どんな工夫されているかという質問をしたところですね、早速リスナーさんの一人がですね、ボイスメッセージを送ってくださいました。それをちょっとご紹介させていただきます。僕の場合はですね、レモンソーダを作って飲みますね。ポッカレモンを
数滴入れて、で強めの炭酸を入れて混ぜて、まあごくごくって飲むと目が覚める、そんな感じですね。レモンソーダですか、それは素晴らしいですね。僕も実は炭酸水の大ファンなんですね。でも眠気覚ましに使うということは全然考えたことはなかったです。ありがとうございます。次回ちょっとやってみようかな。ということで、ボイスメッセージありがとうございます。このアプリはですね、このような形で、リスナーさんのですね声を届けることができるんですね。なんと素晴らしい。もし、よければですね、ぜひ感想や何か、一言ですね残していただけるともうとても励みになります。お待ちしております。今日一日どんな一日でしたか。一日終わってですね、ゆったりとくつろぐときにどんなことをされてますか。もしかしてスマホ片手にタップしてスクロールして、タップしてスクロールして、タップしてスクロールしてませんか。まあこれはですね、僕もよくやってしまうんですね。で、これは良くないなっていうのは本当に思ってるんですよ。で、実は僕の友達にですね、マッサージ師がいまして、彼が最近よく言うんですね、お客さんが増えたよと、そして結構目の疲れとか首のこりで来る人が多いね、でもみんなスマホから来る肩こり首こりだねということを言ってました。そして僕もですね、いや実は左の首がどうしても痛いんだよねって、ちょっと見てくれるっていうふうにですね、見てもらったら、うん、これは目の疲れだよというふうに軽く言われてしまいました。で、スマホだねと、いけないなと思いましたね。一日疲れて帰ってきたのに、さらに自分の目を酷使してですね、そこからさらに、首がですね前、鏡になって、もっともっと自分を疲れさせてしまう、自分もですね悪いなと思いながら、結構時間をスマホに費やしてしまうんですね。なんとかならないかなと思います。そう思いませんか。で、そこでですね、何が一番いいのかなって考えた時に、やっぱりオーディオなんですよね。まあこのスマホを使うことには変わりありませんが、こうしてですねポッドキャストを聞くということで、まあこのスマホからですね、スマホを体から切り離して、そして、まあ、消費することができるんですね。まあ僕のこの語りもですね、なんというかたわいもないことをですね、たらたらとゆっくり語っているだけのものですから、まあなんというかあんまり考えなくてもいい話ですね。それでとにかくゆっくり過ごそうと、まあ、僕の役目はなんというかこうギアチェンジというかですね、もう忙しく動いた後にそのスピードを緩めるための、そのための、番組でもいいかなと思ってるんですね。まあ、昨日実はお風呂に入りながら自分のこの HK ラジオをちょっとチェックしてみたんですね。どんな感じで聞こえるかなと。まあ、トークはたわいもない話ですけれども、このバックグラウンドの音楽とですね、それと僕のこの眠くなる声、これを聞くとですね、嫌がおうにもちょっとゆっくり したいなと、
スローになりますね。まあ、こういうのもありなんじゃないかなと思いました。まあですね、一日疲れているところにですね、まあ、ネガティブな、ニュースや、まあ、くだらない話を、お笑いとかですね、見て、まあ、自分をエンターテインするのもいいかもしれませんが、それ以上に、まあ、スピードをですね緩める、そして睡眠に、スムースにですね導いていく、そんな段取りも必要なんじゃないかなと思いました。まあ、そんなことにですね一役買うことができれば、この番組もそれで上出来じゃないかなと思った次第です。まあ、ということでですね、こんなたわいもない話ですが、一日のですね疲れを癒す、自分をいたわる、そのためのきっかけとなってくれれば幸いです。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた明日。